こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策をとっているクアッド日米合印で、数々の開発が進んでいます。クアッドに英仏と加わってくるとなると、極東情勢は日々変化していくことでしょう。豪州が開発している極超音速ミサイルが完成試射実験を行うことをキャッチしました。ではこの極超音速ミサイルについて詳しく見ていきますね。中国は世界の動きを見ているんだろうか。もう後戻りできないところまで来ているのかもしれないですね。2020年12月、オーストラリアはアメリカと共同で極超音速兵器の開発に着手し、近日中にその試作と発射テストを行う予定だと、同国のシドニーモーニングヘラルド紙が報道した。今回のこの取り組みは、サザンクロス統合飛行研究実験と呼称されるもので、オーストラリアとアメリカが空気吸引式の極超音速巡航ミサイルを共同開発するプロジェクトとなる。オーストラリアとアメリカとは、サザンクロス統合飛行研究実験の全段階にあたる極超音速国際航空実験を経ており、これまでに空気吸引式でマッハ8に到達するミサイルの基礎研究を終えている。これを発展させたサザンクロス統合飛行研究実験では、今後10年以内での極超音速巡航ミサイルの実用化に向けての試作と発射テストが予定されており、その動向が注目される。オーストラリアのレイノルズ国防大臣は、サザンクロス統合飛行研究実験を通じ開発される極超音速巡航ミサイルが、同国への攻撃を抑止する重要な防衛策になると表明している。さらに、レイノルズ国防大臣は、このオーストラリアの取り組みは、インド太平洋地域及び、同国の同盟国や、それに準じる国々に安定と平和を、もたらすものだと、その意図を述べている。サザンクロス統合飛行研究実験で開発される極超音速巡航ミサイルは、まず、オーストラリア空軍の航空機 F-35AIF A-18EF 無人航空機への実装を目指す空中発射型が予想される。ただし、最新鋭の F-35A の胴体内のウェポンウェイに収容できるほど小型化することは、技術的には困難とも見られており、その場合、従来機同様に主翼下に、喧嘩する方式で運用されることとなるのだろう。また、これら航空機による空中発射型の開発と並行して、陸上発射型のシステムや水上戦闘艦艇、潜水艦などへの艦艇搭載型も検討される。予定でより汎用的な運用の実現を目指していると言える。サザンクロス統合飛行研究実験で開発される極超音速巡航ミサイルは、射程距離で約 1600km の長射程となることが見込まれており、運搬手段によって攻撃可能範囲に幅が出そうだ。オーストラリアはこの極超音速巡航ミサイルを配備、保有することで自国に対する
同様な兵器の攻撃に対する抑止力を獲得すると位置づけているが、これに機敏に反応したのが中国である。オーストラリアは具体的にどこの国の脅威に備えているとは明言を避けているが、中国外交部はオーストラリアはアメリカと組んで中国やロシアの脅威を煽る側につき、軍備拡張を正当化していると非難した。中国に指摘されるまでもなく、西側諸国にとってはサザンクロス統合飛行研究実験で開発される極超音速巡航ミサイルが主として中国やロシアの同様な兵器に対抗するものであることは周知のことだ。というのも、極超音速兵器の分野で先行しているロシアは大陸間弾道弾の弾頭に搭載する極超音速滑空体アバンガルトの試射に成功しており、配備も間近だと考えられている。またロシアはこれに加えて水上戦闘艦や潜水艦に搭載する艦対艦艦対地用の極超音速巡航ミサイルツィルコンも開発中で、最大射程距離は約 1000km 弱にも及ぶと見られている。ちょうどロシアが同時並行で開発中のこのアバンガルトとツィルコンが極超音速兵器の代表的な種別であり、極超音速滑空体と極超音速巡航ミサイルとにそれらは大別される。前者の極超音速滑空体派大陸間弾道弾などのロケットに搭載されて発射され、その後自然落下のエネルギーで目標に向かいながら空中を滑空して不規則な軌道を飛翔するため迎撃が困難な兵器だ。後者の極超音速巡航ミサイルは空気吸引式のエンジンやスクラムジェットで自律的に推進することが可能であり、こちらも飛行の最終的な段階まで既存のレーダーでは捕捉することが難しいと言われている。中国は前者の極超音速滑空体に該当する中距離弾道ミサイルディフェンダー -17 東風 -17 号を開発配備を始めており、これは最大約 2500km の射程があり、台湾はおろか日本やグアム島までも攻撃可能だ。アメリカやオーストラリアはこうした主に中国のディフェンダー -17東風 -17 号の脅威への対抗措置として極超音速巡航ミサイルの開発を進めているわけだが、中国の理論はこれを真逆にした主張だろう。オーストラリアは直近で約7000億円弱の予算をこれらの極超音速兵器開発に投入することを決定しているが、かつては親中派の政権だった同国が遠ざかることを中国がどのように扱うのか興味は尽きない。アメリカもまた極超音速兵器には核弾頭の搭載を想定しておらず、このため必然的にロシアや中国の兵器よりも精密な攻撃精度を持たせる必要性が生じており、今後の続報が注目される。